数々の初代ポケモンがアローラの姿、通称リージョンホームにより日の目を浴びている中、デュン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 、ストーリー攻略に関わってきたにもかかわらず全く注目されてないポケモンが一匹だけいた。デュン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 、そのポケモンの名は、はい、というわけでってことで、初戦の相手のハリーさんよろしくお願いします。まあ、とりあえずナッシーが最低限仕事できそうなんで初手において、ナッシートリックルー持ちなんで、その後ガラガラ展開して暴れてガラガラを止めに来る、トリルカでも止めに来れるギャラガブを起点にできるパルシェン、はい、対戦よろしくお願いします。というか、なんかポケットモンスター XY からそうなんですけど、初代ポケモンやたら優遇されてますよね。その XY オメガルビーアルファサワイアの時は結構初代ポケモンに対してメガ進化が与えられてたんですよ。で、この第7世代ポケットモンスターサンムーンではリージョンホームという新たな姿をさもらってさ、なんか初代ポケモンばっかスポットが当たって、鉄火具屋か、初代ポケモンばっかスポットが当たって突撃ショック、これ分かっただけでもいい。なんか第2世代本当にワニの子、チコリーター、ヒノアラ世代、あそこら辺のポケモン全然強化されなくて、なんか僕的には悲しいって、あそこら辺の世代のポケモン僕好きなんで、ぜひとも強化してほしいんですけど、これお見通しで、ね、鉄火具屋の突撃直球見れたのめちゃくちゃでかいですね。その守れないってことでしょう。で、ここはトリックルームから入ります。こいつらでかすぎない？でか、巨体ポケモン同士の対決じゃん。はい。取りる。で、まあ、ナッシーはもう、やることないんで、ここは爆発でもしてもらいましょうかね。正直もう殴っても意味がないんで、早めにこいつには散ってもらおう。ハゼロ。こいつ首元から爆発してるけど、そういう自殺の仕方が好みなのか？デン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 。まあ、ここはガラガラから入るんですが、多分相手受け出しできないんだよな。だフレアドライブに対して受け出ししてきたことはそのまま持っていけるから、まあ、ここはフレアドライブでいいはず。まあ、ギャラとかも出てきても絶対確実に2発で持っていけると思うんで、フレアドライブで。はっ！豪華滅却！まず1匹。まあ、こっから出てくるの多分ガブリアスかギャラドスなんで止められるんですけど、ガラガラ残念ながら。え、カプコケコ？あ、これガブもギャラもいないのか？ガラガラでもしかしてガブもギャラもいないのよ。ここでコケコを出さなきゃいけない。マッシブーンとかルカリオってこと？いや、このコケコがタスキだとめんどくさいんですよね。まあ、でもタスキやったらもうどうしようもないからそのまま突っ込むか。え、勝ちじゃんこれ。トリルターンまだ残ってるし、何入れてきても勝ちなんだけど。いや、ガラガラやっぱパワーあるな。でもこれ別にガラガラが強いわけじゃなくて、ちゃんとナッシーのトリックルーム爆発っていうお膳立てがあって、そのお見通しで、しかもちゃんと鉄火具屋に守るがないと、突撃直気持ちだから守るがないっていう、そういう判定をしたが上でのこの勝利ですから、決してね、活躍し、ナッシーが全く活躍しないとかそんなことはないんでね。はい。まあ言うなれば影の盾役者ですよ、ナッシーは。ナッシーがいなければガラガラがここまで活躍することもなかったと。はい。焼き払え、目の前にいる青いポケモンを。対戦ありがとうございました。お、メガせずに猫してきた。これ後ろに、僕の後ろにゴーストタイプと、ゴーストタイプ、ゲンガーとガラガラがいたから、で、これ、ね、メガ進化せずに猫されたの結構うまいな。次のステミタックル耐えそうですね。トリルから入りましょう。レイビーはやばい！おい！犯罪者ポケモンの犯罪者型にレイプされてんだけど。翔太さん、対戦よろしくお願いします。まあ、これも、トリルガラガラでいけますね。ナッシーガラガラで、で、ラストだからガラガラを、さっきと同じようにガラガラを止めに来るガブを起点にできるパーシェン。
対戦よろしくお願いします。あの少し前の話に戻るんですけど、あのこんな風にさ初代ポケモンばっかり強化のスポットが当てられる理由って、まあ、やっぱりその初代の時はポケモンやってたけど今はやってないみたいな、そういう客層を取り込むみたいな、そういう目的もあるんですかね。岩 Z、 岩 Z ウツボイドって珍しいな。でここはトリックルームからいいですね。トリルあります。 Z 技打ってきた。え、何 Z ステルスロックって何何 Z ステルスロックって。トリックルーム張ります。ウッドハンマーでウツロイドって飛ばせんのかな。でこれ早めに爆発した方がいいかな。なんかナッシーで下手にさイスアリよりはもうここ早めに爆発して速攻でガラガラを出してった方が賢い気がしなくもないけど、 Z ステルスロックってなんだ。ウツロイド落ちんのかな、ちょっと調べてきますね。あのウツロイド B47 なんで多分ウドハンで飛ばせますね。なんでウドハン打ちます。ドーン、あすいませんすいません落ちませんでした。落とせると思ったんだけどな。さよならなし、尻尾につけてるひょっとこのお弁と一緒に消えてくれ。まあしゃあないっすね。でここはガラガラで、トリルターン、こっから3ターンか。まあ、とりあえずシャドーボーン打ちますか。ウツロイド撃破、ガブがいなかったら割とガラガラでいけそうなんだけど、フェローチはフレアドライブが抜群で入るんですけど、なんだっけ、なんて言えばいいんだ、あの耐久がなさすぎるんでタスキじゃなかったら確実にシャドーボーンで一発で持ってきるんで、ここはシャドーボーン打ちます。よし、ゲンガー守るやめてくれ、守れなかったら勝ち。まあ、ちなみにこれ言っとくけど、ガラガラ、これさっきも言いましたけど、同じこと。決してガラガラが強いわけじゃなくて、ちゃんとね、ナッシーのお膳立てがあってからこその、これなせる技なんで、はい。そこのとこちょっと誤解しないほしいというか、オッケーいやー、強いっすね。ガラガラが。対戦ありがとうございました。これは僕、何してくれるか分かりますね、相手の方が。これ多分、超舞バトンですね。あの、一回やられたことあるんですけど、アブリボンってポケモン、超の舞とバトンタッチ両立できるんで、まあ多分、超舞バトンだと思うけどな。なんか、ポリゼットとかいるし、まあちなみに僕がポケットモンスター3ムーンの中で一番嫌いなポケモンは、アブリボンです。対戦よろしくお願いします。あ、ポリゴン Z か。これ Z テクスチャー。な、ポリゴン Z とか多分今いるポリオツとか多分 Z テクスチャーしかいないんで、向こう多分 S 上げてくると思うんですけど、トリルで切り返して、仕返してやりましょう。ノーマル Z。オッケー。こう見通し結構強いですね。あ、トリルから入ります。あ、普通殴ってきた。これ、ギルガルドいるかな？爆発したいんですけど、ここ。ギルガルドが、いたら爆発が無駄になっちゃうっていう。まあ爆発でいっか。ナシをフィールドに残しておく意味もないですから。うざいな、この顔。この顔うざ。煽り性能高すぎない？はぜろ。ドーン。ナシ今日これしかしてないですね。こいつこれ以外に使い道ないのかな。まあ、トリル張ったんでガラガラガラ出していく。ガブリアス、あ、これはあんまり美味しくないですね。本当はね、ナッシー今日トリックレバーって爆発しかしないんですけど、催眠型で使おうと思ったんですよ。トリル催眠型。その、ナッシーの Z トリックルームが、なんか命中率を上げる負荷効果がつくらしくて、最初 Z トリルで使おうと思ったんですけど、なんかあまりにも、なんて言えばいいんだ。自信音曲、ナッシー自体が
Z パワーを持てるほどなんか優秀な耐久を持ってないっていうか、ガブリアスとか多いし、大抵タスキ持ってなかったら上から一撃で殺されるなっていう、そういう悲しい事実を目の当たりにしてやめました。でちょっとトリルターン数えたいんですけど、あと2回か。ここギャラ出してってもいいな。ギャラ出して舞うのはあり。ガラガラ、まあ多分こう自信だと思うんで、ギャラ出して舞うか。まだトリルがあるんですけど、ここ1回舞えばトリルターン次で逆転するんで、ここは竜舞ですね。竜舞しまーす。で裏がギャラドスじゃなかったらいける。ガルドだったら勝ちでしょ。で竜舞自身じゃガルド飛ばせないんで、もう1回舞います。もう1回舞えばそのガブのスカーフも警戒しなくてよくなるから、ここはもう一枚ですね。もう一回舞います。あ、なんでここガルド下げたんだろう。何読みのガルド交代なんだこれは。はぁー、あれかな、神砕く読みでガブに接触させサメ肌稼いでうんたんみたいな、そういうこと。よし、対戦ありがとうございました。